来もバサワラドグランにやってきたのだ。しかしあいにくの天気です。でも今日は初めて会うハスキーが来ているので楽しみなのだ。初めて会うハスキーとシエルがもういるみたいだから行ってみましょう。お前らまだ出てくるのが早すぎなのだ。この子たちは制御ができないので仕方ないです。それでは今日初めて会うハスキーを紹介するのだ。宮崎からやってきてくれたハルちゃんなのだ。まだ1歳でピチピチのギャルです。初めて会うけど仲良く遊んでくれると嬉しいのだ。ハスキー自体が遊びが上手な子が多いので大丈夫でしょう。本当だ、全然大丈夫そうなのだ。お泊まりしていたフレンチブルドッグがやってきました。大丈夫か、最初からやからに絡まれているのだ。今まで会ったことのあるフレンチブルドッグは大型犬とでも上手に遊ぶ子しか見たことがないので大丈夫だと思います。この子はニコちゃんというのだけど大型犬に臆せず強いのだ。久しぶりに会うお友達がやってきました。フレンチブルドッグのクロスケとフクスケなのだ。クロスケとフクスケに加えてキッとチャチャマルという子が家族に加わったようです。今映っているのがチャチャマルなのだ。今7ヶ月なのだ。7ヶ月でクロスケとフクスケより大きいです。早速みんなで遊びそうなのだ。しかしフレブルは大型犬とでも上手に遊ぶね。本当なのだ、僕だったら倍以上の大きい人が来たら縮こまってしょんべんちぎってしまうのだ。今日は天気予報じゃ大雨の予報でしたが晴れ間が見えてきました。やっぱりみんなの日頃の行いがいいからなのだ。ニコちゃんにカメラを向けたらとんでもないことになりました。わお、これは大丈夫なのか流していいのか。おそらくニコちゃんはグラビアアイドルと勘違いしているのかもしれないです。グラビアアイドルどころか真っ裸なので AV 女優になるのだ。そんなこと言ったらワンちゃん全部 AV 女優になるじゃないの。よく考えたらそうなのだ。ワンちゃん全部裸なのだ。だから全然おかしくないのだ。僕一人おかしな考えをしてしまい申し訳ないのだ。嘘でしょ。いきなりの土砂降りなのだ。お泊まりだったフレブルちゃんたちは足早に退却です。さっきは日頃の行いがいいと言ったけど間違いだったのだ。お前たちはもっと日頃の行いを見直した方が良さそうなのだ。しかし今日は少しの時間でしたが遊べて楽しかったです。クロスケ、フクスケ、チャチャマル、そしてセクシーニコちゃん。わお、また遊びましょう。今日の天気は雨が降ったり止んだりなのだ。本当に降ったり止んだりで困ります。この3頭には関係ないけど人間は傘を差したり閉じたりで大変なのだ。この後ハスキーのアシュリー&グレンがやってくるのでそれまで仲良く遊んで待っていましょう。アシュリー&グレンがやってきたのだ。みんなテンションが上がったようです。またリオだけいないのだ。でも遊んでいる光景はいつ見ても楽しいものなのだ。
この子たちを見ていると気持ちがいいです。今回の最初の遊びは早く終わってしまったのだ。アシュリーが何かしているようです。何がそんなに気になるのだ。わからないけど、ミネラルでも補給してるのかな。これは止めたがいいのか、止めない方がいいのかわからないのだ。またいきなり大雨になりました。これはひどいぞ。みんな帰らなくて大丈夫なのか。大雨でもこの子たちが楽しそうだから帰るに帰れません。こいつらは雨も関係なしの大バカもんなのだ。いい意味でなのだ。しかし今日も楽しかったです。本当なのだ。楽しんでいるこの子たちを見ると大雨でも元気が出たのだ。Made up my mind.